かいいな。なんか家が増えたな。扉閉めた。アゾミ守りだ。え、何？あ、はい。俺窓貫通したんだけど。画面から見ててもよくわかんなかったもんな。普通に、こっから、ラペリングしたと思ったらもう中だったもんな。ラペリングのなんかスタート位置が早いんだよな。で、ビヨーンってなって、ビヨーンってなったらもういるんだよな、ここに。なんかいる。で、なんか俺の画面と、こっち側のイエーガー視点の画面、なんかキャラクターの位置が違うんだよ。なんかいない位置言ってるけど当たってるんだよ。いや、わけわからんな。初めてだった。生まれてるもん。だってガラスもバリケードも何も割れてないからね。でも再現性なかったもんな。これでね、俺が死なないで、俺がキルしてたらグリッチって叩かれたんだろうな。俺がちゃんと死んでるからこれ、動画になるわ。あ、おもろ。さすがにおもろいわ。さすがに意味わかんないから一回やってみるか。これでもう一回なったらもうさすがにアウトだわ。ほら、普通はこうなるんだもん。普通はこうなるはずだけど。上から逆ラペして、逆ラペ始めたらもう中にいたんだよね。ほら、普通はなるから、やっぱりさっきのあの瞬間だけおかしかった。
全員前出てるじゃん。入り口を。
ドローンを出した。マガジンを変える。あっち補強さえてないから行ってるか。G が爬虫類にいるな。現地がすっからかんなのかな。絶対どっかにいるんだよな。ライトオン。敵が見えたぞ。当たるか。あっち上から降りていきな。マジマガジンを変える。CO 気に入ってる。ドレッドマイアウト。あ、もう置いたのか。ローゼット入るの早。マガジンを変える。俺の目の前に足がいます。さよなら。マグチングだ。なあ、後ろの方が早かったかな。あと2人いける。フォンターニさん、お願いします。よく降りたっす。離れて。行くわよ。 C4 バルカメで見てる。
上に進むぞ。私の番ね。動けなくなった。入ってきた。あー危ない。